最高。最高やん。何これ。もうやばい。はい。うまい。やばい。めっちゃ綺麗。やばい。よ、はいこれしょ。いやどうですか、久々の山登りは。まだ20分ぐらいしか歩いてないんだけど、うん、ちょっときつい。やばい、ふくらはぎの疲労がいい。僕の要望でお菓子いっぱい持ってきたのに危ない。俺が気づかなかったらこれ全部落ちてた。この傾斜だし全部落ちてた。これかなり傾斜が。シネマティッカーの道は険しいな。なんちゅう荷物だよこれ。ドローン、一眼レフ、もう全部入ってるよ。きついよ。かっこすぎやろ。なんやねんこれ。2 hours later。 やっとこのアイゼン外せるポイントまで来ました。9号目かパンパンやぞパンパンやぞ行くぞ行くぞ大丈夫かな、怖っ。ちょうだい。トントン、うまいうまい。今日は山にあんま人いないらしいですいやこう見るとね、本当にね、ロケーションってマジで大事だなと思いますね。俺らの宿どう？やばい、めっちゃ綺麗。ふぅふぅ、半端なく綺麗。なんなんだこれは。太陽が沈みます。足つった。弱くね。イエーイカオスはい、一応ね、ちゃんと宿泊場所の許可を取りまして、そのことでご飯食べたいと思います。はい、いやマジ楽しみ。よし、作るぞ。やっぱキャンプじゃな、やっぱテントじゃなくてこういうとこで食う方がいいな、うん、てな感じでこれから食べます。休憩所です。 OK、 じゃあジャンガチ順でお湯ね。はい、せーの、最初グジャンケンポイ。えい、最初グジャンケンポイ。はい、これでしょ。はい、これでしょ。しゃバカ嬉しい。うんまー、なんこれマジでうまい。あ、今日こんな歩いて食うや焼きそばうめえ。いや、これ寒いぞ絶対はい、そんな感じで、寝る準備ができましたので、皆さんおやすみなさい。また明日早朝撮影します。わあ、めっちゃ綺麗じゃん。わあ、えぐいね。なにこれやば、これが山か。最高やん。いやー最高だね。3、2、1、人生最高ですね。
なんでしょうか、この魅力は。帰ってきました。もうやばい、疲労感が。ちょっとね、少し高山病っぽい匂いがする。ちょっと僕はここで仮眠を取ります。あー最高。 2 hours later。 高山病になりました。普通に頭が痛い。まあ、とにかくちょっと追加の撮影行こう。きちすごい、こんな天気なかなかないよ。確かにこの下りはマジで怖いぞ。いや過酷だな。最高。結局2往復に分けて運んでいきました。かなりアイゼンが壊れたらしくて今ヘルプしてきたって感じですね。あれ、あのケツ凍傷になったんだっけ。無事帰ってくることができました。みんなお疲れ。お疲れ様でした。今日はあの山登ったんです。